高校生完全ウェーバー縛りやっていきたいと思いますと、留学生も今、あれ？留学生いないのか？留学生もいませんと。何もいませんと。なのでシーズン終了まで、お、秋山がノリノリになった！やったぜ！秋山の成績交互期待ということで終わりましょう。シーズン終了しましたと、47.5 ゲーム差。35勝105敗と。ちょっとずつ、一歩一歩まあ強くなればいいんですよと。4.34、4.16、4.68。最下位最下位と。野手の方、あ、2割超えました。OPS も5超えて、打率も2割超えてきましたと。やっぱりちょっとずつは良くなっているんですね。三浦、番長三浦 2.63、6勝13敗。いつになったら負け運がつくんでしょうか。怖いです。あとは高井、佐世、中瀬、村田、花井。花井意外と頑張ってる。ルーキー東尾は、まあまあまあ、東尾ってまあそこまでめちゃめちゃ強かった選手でもないしね。いい選手だったけど、まあズバ抜けて、超スーパーエースではなかったんで、回復 A だって。で、今年は葛西が抑えをやりましたと。去年抑えやってた、誰だっけ、あ、鎌倉も意外と悪くないね。序盤は悪かったんだけど後半持ち直したね。そして秋山が2割7ブロックリー30本と。ミートも C まで上がりましたよ。秋山 CAABAA クソ強い。秋山のすごいところは何だったって打撃以外がすごいっていうね。守備走塁も一流と。そして豊福2割6ブロックリー26本。それ以外は打ってませんと。対左しか出てない森越はバッティングはいいんだよな。対左は対左 B ですが2割7分5厘と。対右は2割9分8厘とよく分かりませんと。まあ対左基本中心にスタメンでマスクはかぶってもらってました。ただキャッチャーいいだからね、彼が出た試合はピッチャーがあまり良くなると、良くなくなると。秋山、豊福、蘇我。豊福今年ね、ファーストで使ったんでね、アキーノが2年連続ホームラン王と。そして村上はメジャーから帰ってきて MVP 獲得と。ゴールデングラブ。さあ、秋山の守備が上がるよ。まあ、まだまだ FA 宣言はいないのか。で、コーチそのままで、スカウトのここだけ1000円。得しとこうか。スカウト行くか。いいの、まだ BA しかいねえ。あ、 AA もいると。ただ BA でいっか。ここちょっと変えるわ。立花に、いいコーチに、なんかいいコーチがいたら変えるんですか。まあ、打撃コーチ、阿部比対左アップ超えるやつはなかなか出てこないでしょう。豊福1億1000万、秋山が一気に1億5000万と。5915、5212、まあ、この辺は払うでしょう。東尾も払う。池田はどうする。成長期、あ、ロマンあふれるけども、まあ、420万でも活躍したら上げてもいいかな。大串、ルーキーであまり投げてない期待の逸材。あー、まあでも中継ぎだしね。佐世、高井、森越はどうするか。うん、期待の逸材じゃないしね。入団前の急成長組は活躍するんで、特能がすごい。ただ3球種じゃないと。ピッチャーはちょっと3球種じゃないと厳しいね。そして門馬が打ってくれないと。1割ならば8人と。序盤なぜか3割ぐらい打ってたんだけどね。超序盤。で、1番にしてみて1ヶ月経ったら1割台だった。今年は1番目じゃないのか、2番目に選ぶんで、まあ、野手の転生ができたら来てくれればいいんですが、まあ、2人来てくれないと取れないんで、大卒あたりを選んでくれればいいんですが、高卒じゃなくて。去年のパリーグの最下位はどこか知らんけど。
頼む。いいの引かない、セーブ。あ、黒田よかった。大学生黒田、転生黒田かもしんないけども、うちには関係ないんで、どっちみち取れないんで。お、いいね、里見。里見ドライチ候補。あー、宮島も悪くない。ただやっぱりできれば転生選手望んでますが、強っ。ドラリとかで取れたらいいんだけどな。あー、投手はいないと。まあでも野手の方がどちらかといえば今必要なのは野手なんで。うわー、来たー、ゴジラ松井来たー。いやー、イチロー松井両取りしたかったけど、まあゴジラ松井が来たからいいとしましょう。さあ、じゃあ松井ドラフト1位、もちろん星稜高校石川くん、石川くんじゃない、星稜高校松井くん、石川県出身。さあ、秋山松井の外野陣よ。これ下手したら秋山ショートにコンバートしないといけない可能性出てくるね。外野の転生ばっかり来たら、まあ里見取られるよな。おー、でも宮島残ってる、宮島も残ってるし、あ、柿沢も悪くない。まあここは宮島かな。いや、ドラ1クラス2人よ。しかもそのうち1人は超ドラ1クラス、超有望ドラ1。他の野手は微妙ですね。まだら、まあ三上取りたいね、どっかで。三球種。そろそろ三上取るか。あとはいいのがもういないか。さすがにもう取られてるね。ゴジラ松井、宮島、下川、三上のドラフト4人と、まあドラフト4位が覚醒してくれたらいいなといったところですね。まあ松井秀喜が取れたらもう何も言うことないでしょ、このドラフトは。守備職、本当に秀喜松井なのか。一発持ち。まあ、三上も弾道さんだしね。松井って守備職人持ってんの？松井秀喜。しかも外野で。塩見も帰ってきて4億を要求しますと。あ、高橋圭、代わりに高橋圭司と、あ、村上だ。いいね、村上。まだ、あの、村上も30歳か。あ、大卒だしね。今年出てきた感じだから、若いのかと思いきや、意外と年がいってますと。水上 2.93、7勝2敗、14ホールド。年俸は950万です。すごい買い叩かれてるんだけど、水上が。外国人なら訴えられてるレベルの、外国人不当労働でしょ。あれで年俸980万と。で、今年海外コリア行けるでしょ。で、行くのは、まあ、もちろん、秀喜、松井、東尾2人。この転生選手2人を生かせると。8億6千万。だいたい去年と同じぐらいかな。キャンプ終わりました。池原がすごい、変化球が両方とも上がりましたと。皆川がフォークを覚えたと。そして今、秋山にアベレージヒッターを覚えさせてるんで、秋山がアベレージヒッターを覚えたらもう鬼に金棒よ。つうわけで、松井秀喜、松井が帰ってくるまで35日。お、結構すぐ帰ってくるじゃん。開幕してもすぐ帰ってきてくれるんで、ちょっと外野手が今結構多くなって内野手が少ない感じなんで、まあできたら内野手のスーパースター、転生選手来年は取れたらなと。やっぱ数尾あたりダブル松井欲しいよな。秀喜に数尾に。1番松井和夫、2番秋山、3番松井秀喜の打線組みたいですね。つうことで終わりましょう。バイバイ、さよなら。